分かっておるとも。もう大丈夫だ。ありがとう、不甲斐ないわらわを見守っていてくれ。精神領域に踏み込んでくるとは何者だ。さすがに気づかれちゃったか。いやいや、失敗は失敗。敵はいないということだ。何を企んでいる。だから添削は無意味。ただ利害が一致しているとだけ答えてやる。今はそれで十分なはずだ。はい、元に帰る。君がいなくなって、随分と寂しい思いをしているんだから。どうしよう、やる。
ネクロノミコン、また運命の瞬間終わりです。あんまり調子に乗ってんじゃないわよ。そんなに先に死にたいのならお望み通りに殴り殺してあげるわ。大十字くん、大十字さん、大十字さん、かわいそうね、クロちゃん。これがデモンベイン？笑わせるわね。誰も救えず無様にくたばる間抜けの分際で。さあ、とどめよ。後腐れなく粉みじんに吹き飛ばしてやるわ。諦められるわけねえだろうが。動け、動けよデモンベイン。お前悔しくないのかよ。
そんなんでいいのかよ。そんな許していいのかよ。あんな邪悪をのさばらせて、大切なものとか全部奪い尽くされて、そんな理不尽お前は許せるのかよ。ついにおかしくなっちゃったのかしら、クロちゃん。わけわからないこと泣き叫んじゃってバカみたいよ。デモンベイン、お前が動けないってんなら、お前の体に血が流れてないってんなら、俺の血をなんぼだってくれてやる。だからお前は俺に剣をくれ。何者にも砕けない鋼鉄をくれ。死に腐れ大樹ジクロウ、頼む、動いてくれデモンベイ。蹴りがついたか。お前がご囚人の大十字苦労も今度こそおしまいだ。これでもまだ俺以外の者に神経を向ける気か。何をほうけている。戦いの中で戦いを忘れるなどと、お前はどこまで。なんだ、どう、これが私のベルゼビュートの力よ。所詮まがいもののあんたに勝ち目なんて鼻からなかったのよ。愉快よ、実に愉快よ。さあ、この気分の良さをルリお嬢様にもお裾分けしてあげないとね。
勝手に死なすな。それと勝手に死ぬな。責任すぎるぞ。なの？なんで、なんで、あんたがここにいるのよ！などではない。確実にナレがもたらした当然の結果としての勝利だ。我が主大十字クロくれている。わかっているさ。なあ、デモンベイン。
十字さん、アルアジュ、でもない。バカね、あんたたち。いくら今さらネクロノーミコンが蘇ったって、そんなズタボロの期待でこのベルゼビュートにかなう？なんですって？修復機能、まがいものが、デウス・マキナのまがいものがなぜ？忘れたか、罪人。こやつの名の意味を。それをなすためならば、我らは何度でも蘇るのだ。忘れたのなら今、思い出させてやろう。やるぞ、クロウ！おうよ！無視して勝手に盛り上がってんじゃねえわよ！スターヴァンパイア暴食せよ！施されたこの攻撃をかわすのは不可能。さあ、コッパみじんにしてあげるわ。
怒りを胸に。我らは魔王たち剣を取る。思い出したろ。そうだ、これがこの機体の意味。デモンベインさ、さあゾンビ野郎、死体は死体らしく墓に帰りな。いるのよ。ほらほら、このままルリお嬢ちゃんの首をへし折られたくなければおとなしくするのよ。属性っぽいって言えばっぽい。どうするつもりだ。どうすっかな。おい、やはりそう来るか。だがさせるか。この命を喜んでかけよう。いざ。
つうか、てめえは何もしてねえ。つうか、逮捕するであります。そんな登場時は悪役非道だった敵役が友情パワーに目覚めて改心して再登場した時のようなセリフで情状酌量がつくと思うなよ、犯罪者。貴様、怒ってる。ストーン君、逃げるぞ、逃げるんだ。はいであります。ヘイ、カモン、空手か。挑発してんじゃねえよ、お前は。死ねえ。うわあ。さあ、早くデモンベインを停止させろ。エタトロ、よっしゃ、さすがご期待通りに登場だな。兄貴本願か。チキショウが、どいつもこいつも邪魔ばっかりして、そう簡単に逃がすとは思わないで。デモンベイン。